はい、こんにちは、ナバロです。今日もね、車の中からお送りしてます。よろしくお願いします。はい、東京地方ね、暖かいですね。風もないし、日差しも結構ね、ポカポカしてて、いいですね、すごく。だんだん春に近づいてきてますね。まあ、いい感じです。はい、今日のテーマなんですけど、日本男性生涯独身は失敗？ってハテナマークですね。まあ、こういうテーマでお話します。はい、この間ね、なんかインターネットのニュースとかいろいろ出てて、日本の男性に、将来独身勝ち組、年金平均、14万とか書いてあったのかな。で、勝ち組って、何が勝ち組なんですかって思ったんですけど、まあね、これ見ててね、なんかすごい不思議で、14万円で勝ち組なんですかとか僕思ったんですよ。14万で生活できるのかななんて思って。で、まあ、いろいろ読んでたら、貯金がまあ、2000万ぐらいあれば、まあ、勝ち組なんじゃないかとかっていうお話なんですけど、どうなんでしょうね。勝ち組に入りたいんですかとかって僕思ったんですけど。で、僕の考えだと、なんか、勝ち組とか負け組っていう区別をする自体そもそもおかしくて、14万円もらえたから勝ち組でもらえないから負け組なのかなとか、いろいろ思ったんですけど、まあ、どうでもいいんですけど、まあ、そんなわけでね、生涯独身ということでね、独身、この間僕、家族が国勢調査っていうのを受けましたよね。で、あれ10年に1回でしたっけ？今年は21年なんで、去年20年ですよね。まあ、それの国勢調査のなんか結果が出たらしいんですけど、すごいですね。50歳までに一回も結婚したことない、こう、統計が出てて、2020年で、男性が、24.2% は生涯独身だったって、その時独身だったっていうことですね。50までは。で、女性が14.9% って、これ結構高いですよね。で、驚きましたね。で、フィリピンだと、まあ、統計見たことないんですけど、僕が知ってる限りで、周りの50代じゃないな、30代で独身の人って僕知らないですね。周りに住んでた時。はい、ごめんなさい。ちょっとね、コーヒー飲ませてください。ごめんなさい。すいませんね。今日もね、コクブラックです。よいしょ。ワンダなんですね、これ。ワンダってどこ？朝日ですか？はい。はい、ガガン。はい、これなんかね、よく見てたらね、丸福コーヒー店監修って書いてあるんですけど、丸福コーヒー店って有名なんですかね、よくわかんないですけど。なんかね、このコーヒーね、僕、缶コーヒーで一番好きなんですけど、はい。まあ、これをね、今日も飲んでます。はい。まあ、そんなとこでね、何でしたっけ、独身ね。だからフィリピンに僕行った時に、20代の前半ぐらいでまだやっぱり結婚してないという男性はね、結構いたんですけど、20代後半、30代で僕の周り独身の男性ってね、僕ずっとさっき考えてたんですけど、思い当たらないんですよ。なんか、ね、日本の男性ってそもそもだんだん女性もそうなんですけど、未婚率がすごく高いんですね。で、先ほどのこう2020年のやつあったんですけど、予想で2030年はどうかっていうと、男性で 29.5%、女性で 22.5% は、50歳までずっと生涯独身だろうっていうね、統計出てるんですけど、すごいですね。だから 29.7%、だから3人に1人ぐらいのは、ずっと独身なんですね、50歳ぐらいまで。で、僕みたいに50歳過ぎてから結婚するっていう人も、まあ、多少いるんでしょうけど、まあ、ほぼほぼだから50歳まで独身で日本にずっといて、日本人で普通の日本人だったら、多分その後も独身なんでしょうね。なんかね、そう思ったらなんかね、すごい怖いなと思いました。結婚できない理由をいろいろ僕も考えたんですけど、まあ、経済的なことが多いのかなとか、あとなんか将来に関する不安とかね、そういうのがあるの。あと、独身でも、ずっとでも、問題なく生活できるとか、まあ、独身であっても世間的に何かも言われるわけでもないし、風当たりもあんまり強くないから、まあ、独身の方が楽なのかなとかっていうね、僕は考えたりしたんですけど。で、まあね、さっきの記事の話なんですけど、じゃあ独身でいいのかっていうと、そうじゃなくて 85% ぐらい結婚したいっていうんですね。19歳から34歳までとかなんとかっ
って出てて、だから 85% は結婚したい、だから結婚すればいいじゃん、誰かね相手がいたらとかって思うんですけど、でも独身の人がだん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 増えているっていうことは現実問題みたいですね。すごいなんか見てておかしいですけどね。でなんで結婚したいんですかって、なんか将来こう奥さんとか子供がいてなんかこう安心感があるとかって言うんですけど、結婚して私は全然あんま安心感ないんですけど、なんかこう、ゆとりが持てるとかっていう風になってたんですけど、全然最近、なんか心のゆとりがあんまなくなってきましたね。なんか毎日毎日子供はうるさいし、奥さんともなんか意見が合わないから、なんか全然心の余裕があんまりなくなってきました。一人だとほら一人だけだから、別にどうってことないんですけど、でもやっぱり、それでも結構、なんかみんな結婚したいのかななんて思ったんですけど、皆さんどうでしょうね。結構この私の動画を見てる方って、まあ、既婚者の方多いのかななんて思うんですけど、どうですか、結婚してて離婚したいとか思いますか。わかんない、私は離婚したいとは思わないんですけど、ただ結婚してる方がいいなと思います。で独身の時は独身の時で良かったです。でどっちがいいかというと、どっちもいいです。で今もいいですし、独身の時もいいです、まあ、そういう答えしか言えないから、だから、まあ、でもこんな答えなんでしょうね。だから今は嫌だったらじゃあ離婚しようってことになるんで、それだけなんですけど、でフィリピン人の人たちってなんで結婚するか、やっぱ好きだから結婚するとかでしょうね。で多分この人と一緒にいたいとか、そういう自然なんでしょうね。だから僕はねそれでいいのかなと思っているんですけど、で日本ってやっぱりなんかこう未婚率がものすごく高くなってるっていうことは、あまり僕はねいいことではないのかなと思って、で子供出生率はすごく少ないとか、平均年齢が高いなとかいうと、なんかやっぱり社会的に問題が僕はたくさんあると思うんですけど、だからフィリピン人の平均年齢って24歳ぐらいじゃないですか。日本って今48歳とか50に限りなく近いから、それって結構怖い話ですよね。でそうするとなんか社会がだんだん年寄りばっかりになってきて、なんか、生産効率も悪い、今は悪いんですけど、もっと悪くなったりとか、あとなんかだんだん年取ってくると物買わなくなっちゃうし、そうするとなんか物が売れなくなっちゃうっていうこともありますよね。だからあんまりいいことはないですよね。だフィリピンっていうのは限りなくね、本当ね将来性が高いっていうのは僕はねいた時に感じました。で誰もが言ってることなんですけど、僕も思うんですけど、街にエネルギーが、国自体にエネルギーがあるっていうのは僕はすごく感じます。だから本当ね、エネルギー余ってる人は、ね、フィリピンに行くのが僕はいいと思います。でフィリピン人のお姉ちゃんと結婚しても全然 OK だと思うし、まあその有り余ったね自分のパワーとか才能とかなんかアイデアをね、こう日本ではなく他の国で生かすっていうのも、ね、すごくいいのかななんてね感じたりするんですけど、まあまあそんなとこですけど、まあね出生率とかね、まあ本当悪いですね。あとね僕今最近というかここ何年か感じるのが、物が高いなと思うんです。なんかデフレですとかって言ってる割には、食費が高かったりとか、うちの奥さんが言ってるけどなんかもうやたら食費が高いって言ってますし、例えばファミリーレストランに行くと値段は同じなんだけど量が少なくなってるとか、あと僕一番ショックだったのはね、かまぼこ好きなんですよ。かまぼこでスーパーに行くとかまぼこって言うんですけど、今こんなちっちゃいじゃないですか。昔結構でかかったんですけど、かまぼこをね半分ぐらいね醤油つけてわさびで食べちゃうのはすごく好きだったんですけど、あれとご飯って全然 OK だったんですけど、かまぼこがねあんなちっちゃくなったのショックでしたし、とにかく物が高いというか食料品がものすごく高いっていうのかな。でこれなんでかなって僕思うんですけど、なんか日本って貧乏なのかなとか、ラーメンの値段とか同じですし、でも量がちょっと減ってるたりするし、でよその国行くとラーメン一杯なんか3000円とか1500円とか2000円とか3000円ぐらいするじゃないですか。でも普通にみんな食べてるし、例えばフィリピンに行ったりするとラーメンとものすごく高いけどやっぱり売れてますよね。人気だったり日本のラーメンとか、あとお寿司が流行ってたりとかレストランとかでもお客さん入ってますよね。今ちょっとこういう COVID-19 の問題であまりお店がやっぱりやっていけないってこともあると思うんですけど、でもやっぱりなんかそういうお店、高いお店にお客さん来るっていうことは見てるし、でも日本ってそうではなくて、いつまでたってもなんかこう変に値上げできない、値上げすると売れないんですかね、なんかよくわかんないですけど、でも高いも売れてたりしますよね。だからなんかそういうなんかねファミリーレストランでこう量を少なくして値段を同じにしてるとかってとてもね不自然に僕は思います。独身であるっていうことは僕は国自体がやっぱり問題があるのかなと思います。
ます。で、普通に何も考えずにね、こう好きな人と出会ってその人と結婚したいなと思ったら結婚すると僕は思うんですけど、何か考えるんですか、将来のこと。将来のことまあ考えるでしょうけど、でも、一生懸命ね、こう夫婦で頑張っていこうとかっていうことが昔の昭和とかであったような気がするんですけどね。僕が子供の頃ね、友達の家に遊びに行くと、前もお話したと思うんですけど、6畳一間にね、家族6人で住んでたとかってよく見ますし、で、だんだんそのうちが少し貯蓄があると、なんか一軒家買ったりとか、もうちょっと大きなお家に引っ越したりとかしたりとかしてましたね。そういう、だから、家族でみんなで一生懸命ね、努力した結果ね、こう、グレードが上がってったりするような気がするんですけど、なんか日本ってそういうのは今なくなっちゃってるのかな、なんて僕は感じたりします。はい、まあだからね、フィリピンと日本でね、本当になんかね、こう、なんていうのかな、国のこう、なんかレベルの違いっていうのかな。僕はそれをすごく感じるんですけど。だからフィリピンにいると、なんか本当昭和の僕の、本当ね、小学校入ったぐらいの頃の、日本をとても感じますね。だからやっぱりフィリピンっていうのはね、若くてパワーがあって魅力があるっていうのかな。これから将来性があるっていうふうに思いますし。すごくね、それは感じます。で、この間出てた大統領がなんか2023年ぐらいには元に戻るんじゃないかとかって言ってるけど、それもちょっとわかんないですけど、でも今のままではないし、またニューノーマルでまたなっていくと思うし、そうするとまた経済はね、戻っていくと思うんですけど、すごくね、今がとても大切だと思います。だから一生懸命、ね、なんかね、こう、なんていうのか、努力してね、これからね、また経済的に戻っていくので、僕は本当に、願っています。で、またね、フィリピンに、また戻るので、また自分がどこかでね、役に立てるかなと思っています。今日はね、まあ、そんなお話でした。どうもありがとうございました。このチャンネルでは、ね、フィリピン人とのね、国際結婚の話、それからね、子供とのね、こう、接し方の話とかね、いろいろ日常で起こることのね、出来事とかね、あと解決方法のね、話とかをしていきたいと思います。よかったらね、見てください。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は最後まで見てくれてね、ありがとうございました。はい、あけみちゃん、バイバーイ。